こうやって皆さんに公表したということによって、自分にこれからはがんと戦うんだということを言い聞かせる意味でも公表いたしました。くれぐれも重ね重ねお詫び申し上げますけれども、嘘の病名を発表したのは以上のような理由からであります。今日は先ほど社長の方からもお願いがありましたけれども、今までかかっていた病院、それからこれから入院する病院の名前は伏せさせていただきますけれども、他の患者さんに迷惑がかかるということ、それからはっきり申し上げまして、私は比較的しっかりしているつもりですけれども、家族はかなり動揺しておりますし、またナーバスにもなっております。で、おとといぐらいから、どういうふうにして漏れたのか分かりませんけれども、我が家にも取材構成が来ておりますが、ひょっとして皆さんに失礼があったかもしれませんけれども、それはやはりこういう状況の中で冷静に対応しろと言ってもそれは無理だというふうに思いますので、勘弁していただきたいと思います。今日は私自身が答えられる範囲でできるだけのことを答えますので、今後のことは一つよろしくお願いしたいと思います。もし質問がありましたらどうぞお願いいたします。泉さん、その信頼できる先生からですね、はい、がんだというふうに告知されたとき、はい、ご自分ではさてどうしたらいいんだろうとまずお考えになったでしょう。1月の18日にがん細胞が見つかったとき、これは私は毎年年明けに内視鏡の検査を受けておりまして、今年が3回目だったんですけれども、はっきり言って自分でも血の気が引いていくことを感じました。ただ、さっきも申し上げましたように、告知をされるということは早期がんであると、つまりまだまだ可能性としてはあるんだということの方が大きかったもんですから、これはもう先生に任せて、そして気力だけは失わないで直して、そして仕事に復帰したいということしか考えませんでした。しかも1年しか持たないぞという言葉まで、今回ですね、はい、今回つまり先週の金曜日に初めて命の期限を告げられたわけですけれども、僕はやっぱり人間ができてないですから恐ろしいです。いや、誰もが恐ろしいと思います。伊勢さんね、2月の時点で胃の3分の2を気になりましたね。今現在がんはどこを蝕んでるんですか。申し上げましたように、ちょうど縫った糸の下あたりですから、その奥深いところじゃなくて腹壁ですね、腹の壁、腹壁と、腹膜、これに再発したというふうに、先週の金曜日に言われました。最初にですね、先生の方からがんだという告知があったのは泉さんご本人が最初だったんですか。はい、私とかみさんと2人で、内視鏡の検査を受けに行きまして、そして、結果を先生からいろいろ説明を受けるのに、2人で説明を受けました。奥様ももう立ち会いのもとということですね、はい、その時奥様はどういう表情だったですか。その時は私と同じようにやっぱり、早期がんということで心配することはないということでしたから、そんなに動揺はしなかったと思うんですが、ただ今度の手術というのはどのような手術になるわけですか。おそらくですね、医学的なことは分かりませんけれども、今またちょっと硬くなってるんですけどもね、そこをかなり広範囲にわたって、取り除くという作業だと思います。胃ですね。胃じゃなくて要するに今見つかってるのは腹壁と腹膜ですから、腸がちょっと癒着してるみたいですので、腸までを、
取ってしまう手術になると思います。それはいつ頃になるんですか？できるだけ早い方がいいというふうにおっしゃってますんで、今週中、実前のいろいろ検査があると思いますが、2月の退院後、はい、仕事に復帰して、はい、非常にいいお顔して現場に出ていらっしゃいましたけれども、はい、がんということを抑えて、はい、現場立てたお気持ちってどういうものなのでしょうか？私の持ってる番組というのは割合明るい番組が多いもんですから、はっきり言って苦しかったですよね。特に先週の金曜日に、つまり命の期限を告げられた時に、金曜日の午前中にそれ言われたんです。で、午後に夜も一生懸命の収録が西郷輝彦さんと森進一さんの2本の収録があったんですけれども、その時はさすがに因果な商売だなと思いましたですね。ジミさんご本人はですね、はい、フジテレビからフリーになられた時に、はい、生放送の仕事というのはどこか命をすり減らすようなものがあるというようなことをおっしゃって、はい、だからフリーになったら多少は休めるかもしれないと、うん、おっしゃりつつも、やはり仕事が大好きで、うん、ずっとなんとなくこう体調悪くても続けていらっしゃいましたよね、はい、そのあたりはそれほどまでして仕事にかけるものというのは何だったんですか？これはもう性分ですからね。やっぱり生きがいですし、だからその仕事のやりすぎで今回そういうふうになったとしても、もうそれは自分で納得できることですから、人様から嫌がることをやらされてこうなったわけじゃないですからね。退院した後にご自分で体調が悪いなという感じっていうのは、はい、全くありませんでした。食事なんかは食欲も今でももちろんありますし、はい、それから2月の手術直後はなかなか食事が入らなかったんですけど、胃が小さくなってますからね。でもこの頃はもう相当の量が入るようになってましたし、もう健康体に戻りつつあるもんだというふうに思ってました。周りの方たちは、はい、泉さんにお休みだったんじゃありませんかというような声はかかったりはしませんでした？もちろんありました。それは体重はどうですか、ね、ご自分ではまだ戻っておりません。泉さんご自身は薄々自分はがんじゃないのかなというふうに考えたことはなかったんですか？ありません。全くなかった、はい、で先生に言われて初めて、今年の1月の18日に言われて初めて、おそらくね、私はまあ素人の判断ですけれども、直径1センチのごくごくその胃の粘膜あたりにですね出てるがんが最初に見つかったわけですから、まだまだその自覚症状というようなところまでは行ってない段階で見つかったと思うんですよね。それで自分がよし、それじゃあがんと戦っていくんだというふうに決心された、その生きようというね、何かその決意の何かがあったわけでしょうか、ご自分の中で。1月の段階ではね、先生のおっしゃることをそのまま受け取ればそんなに怖いと思ってなかったんです。ただ今回はやっぱり再発ですからね、それでどこへ飛んでるかによっては覚悟しないといけないと思うんですよね。飛んでるというのは転移という意味です、はい、それから奥様がやっぱり泉さんが知られたっていうことは奥様が苦しいと思うんですけれども、お家に帰られて奥様はどんな様子でいらっしゃいますか？やっぱり先週再発っていうことを告げられた時はやっぱり半分泣いてましたですね。割合丈夫な方なんですけどもね、気持ちのやっぱり泣いてましたですね。泉さんね、3ヶ月間は一番大好きなお仕事ができないわけですけれども、はい、その間病気と戦うっていうことがまあ第一でしょうけれども、自分で耐えられると思いますか、その仕事から離れて。フジテレビに入ってから
もう今年で25年になるんですけどもね、25年のそのアナウンサー生活の中で3ヶ月も休んだことないんですよね。でも言ってみれば私のこれまでの48年の生涯で最大のピンチだと思うんですよね。これはやっぱり大好きな仕事を多少犠牲にしてでも乗り越えなければ勝てないような気がするんですよね。